はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズ2パート32かな、やっていきたいと思います。監獄島から帰ってきたところになりまして、まあ、ルルがねパーティーを開きましょうと、おっしゃっておりますので、じゃあルルちゃんのところへ、向かいましょう。結局さ、ここなの最初のこのしょぼい家、初めての寝床。ルルたちが出会った思い出の場所、3人でパーティーを開きましょう。いや、思い出よりさ、俺実用性を取りたいからさ、もうちょっと豪華なところに行こうよ。2人が帰ってきたお祝い、出所祝いとか、なんか表現が嫌だな。パーティーができる設計図、パーティー会場は簡単でいいけど地味なのは嫌ですと。脱獄に使ったあの人形、海の中でパーティーをしたらどうかって思うの、嫌だそんな俺は嫌だぜって。水が出る丸いやつ、噴水か。指導の希望こいつが作るなら何でもいい。設計図を書いて、あとここだとそれなりの大きさだね。ああ全然小さいわ。でもさ、全部自分で作んなきゃいけないんだよね。パーティー台の設計図、全部で65個か。まあ、木の壁とかはね割と取れるけど、絨毯なんだよね問題がね。綿必要とするからね、綿が今んとこほんと貴重。あ、これだけか。今んとこちょっと絨毯だな問題となるのは。大木槌人形、小さな噴水、派手さはないが悪くない。ちょっとここら辺を一回壊しますか。じゃあなって楽勝だな、壊すの。ではではでは、ちょっとパンだけ残しているやつだけにしよう。あれ、もしかして収納箱じゃなくて大丈夫か。あ、ここに作業台があるので、焚き火は4。焚き火じゃなくてさ、明かりでいいって言うんだったらなんかね、ランタンとかにしたいんだけど、ちょっとランタンで一回やってみよう。で、あとは、ま、おしゃれテーブルは OK でしょ。丸太の椅子、椅子系か。椅子は丸太か石かって言われたら、ちょっと石の方がなんとなく豪華っぽいんで、こっち。からの、まず大きい土、小さな噴水は4つ。だけかな。あとは壁関係、あ、絨毯か。あ、階段ね。じゃあ木材壁を全部置いちゃいますか。まずは木材壁、どこだ。絨毯、あ、でも14個持ってんな。これ54個あるでしょ。これもいけんな。じゃあ下の段から作っていくか。ここからで絨毯になるところはここの9マスね。こ
を先に置いちゃった方が分かりやすいな。絨毯を完成させればあと木材壁を置くだけだから。あれ、ウフフって何。いい感じに設計図ができてきた。記憶は戻りそうなの。最近ぼんやりしたり夜中うなされたりしている。了解です。これさ、ちゃんと指定されたやつじゃないとダメだね。そっか、ここに書いてあるやつだから、それと全く同じやつを置かないとダメだ。じゃあ最後に大木槌人形を置いて完成です。OK パーティーの準備ができた。てか食い物は、食い物と飲み物。モンゾーラの収穫祭、オッカムルのダンスパーティー、パーティーをやりたい。留守番させてる。確かに何すんの。とっておきのものを用意しておいた。おお、ケーキ。4日前、大丈夫か。やけに生臭いな。腐ってんじゃないか。桃貝の匂い。生地に桃貝を練り込んでスライムの油と軍隊ガニの目玉、そこに土をちょっぴり入れて焼いて。ゲー、超まずそう。いらねえいらねえけど、まあ食わざるを得ない。そうだね、女の子が作ってくれた食べ物だ。料理は愛情。決死の覚悟で桃貝ケーキを頬張った。猛烈な匂いがする。すぐにでもトイレに行きたい。ミカミックスは逃げられない。食べるしかない。案外うまいじゃないか。指導、お前は偏食家か。シドは混乱している。そういうこと。食っても食っても減らないんだけど、すげえ残ってるし。味見はしてない。いや、お前も食え。大なめくじとアリを使ったプリンを考え中。ドルトンに試食してもらった後ごちそうするから待っててね。かわいそうに。いつまで一緒にいられるのか。ここに永久に居住するつもりなの。ぶん殴って俺の目を覚まさせてくれ。それだけ。殺しちゃっていいっていう話じゃないの。とどめはお前が刺してくれみたいな。まあ、ぶん殴るくらいだったら楽勝だよ。なんだ。鶏も来てくれてるぞ。いや、こんな狭いとこにさ、大人数入れないんだけど。桃貝ケーキにあるものは絶叫し、そっと押し、宴は終わることもなく続いた。吐き気を催しながら、みんなで島を開拓していく決意を新たにした。
え、結局ここで寝たの？ベッドでも置いとけばよかったな。顔が真っ青。昨日何か変なものでも食ったのか。ピラミッドを完成させた。やるな。お、レシピをひらめいた。いや、もしやさっきのケーキ、ケーキセットか。あー、よかったよかった。桃貝ケーキだったらそんなもん食えないからな。このケーキセットはいいね。ここにさ、これいらないんだけど、なんかこれごとさ向こうに持ってきたいね。ではピラミッドの方へ行きますか。赤の開拓地。お、ニワトリが、あれすげえいっぱいいる。こんないっぱいいたっけニワトリ。みんな緑の開拓地に向かっていくのか。あ、そうだ、なんか今ジバコちゃんっぽいのが向こうに向かってったから、この腐った死体は敵の腐った死体だよね。もう脱獄王の名前忘れちゃったけど、ん、どこに行けばいいんだ。ちょっと待って、こっちに印がある。家の中か。みんな飯の時間だね今。ちょ、飯の最中悪いけど、ピラミッドの2つ目の設計図を完成させておいた。そうか、ピラミッドでも3つだもんね設計図は。めちゃでけえな、ガチでめちゃでけえな。悪くはないけど。ポストに手紙が届いた。完成はもうすぐそこ。3つ目の設計図を書いてほしい。かっこいいやつ。さ、こんなピラミッドさ自分で作ろうとしたら無理だよね。2739個だよ。遺跡の壁なんて1137個必要だし。いや、そんな無理だよ。まあみんなに頑張ってもらおう。設計図を組み立てていきましょうと。必要な素材は収納箱に入れて近くに置いておく。まあ、好きなものを作って待ってよ。改めて空っぽ島の開拓を頼む。出所祝い。欲しいもの。ものづくりのかけらを集めるのが大変。この島に金はないのか。確かにね。自分で作ってみるがいい。ビルダーの金は作れない。ベル、ほう、ベルの方が便利じゃん。ベルって多分、ちょっと待ってね、先におばちゃんと話す。宣教師たちはなんとか追い払えた。追い払っただけか、倒してはないんだね。何か対策を立てないといけない。いや、対策は重要だよ。お店があるとそれっぽい。お店があって物が置いてあって、いろいろなものと交換する。道具屋を作ってくれと。道具屋の壁掛け、つづら箱、テーブル、値札。なるほど、 OK だ。じゃあちょっとベルを作りますかね。ベルってどれだ。ちょっとオールで見よう。新しいやつだから、なんかニューって書いてないかな。道具や壁掛けは必要。あった、これだ。金のインゴット楽勝、いっぱいある。これってさ置かなきゃダメ。あ、置くんだやっぱり。じゃあ家のとこに置いとこう。呼び鈴としてここら辺。え、どういうこと、これそのままこうやっておくの。多分これあれだよね、緑の開拓地のところは回収できないよね。パンクを。お腹減った。
もう1個ここで 99% 他にならそう。こいつらいい迷惑だよな。じゃあちょっとここら辺も一旦閉まって、板のテーブル、つづら箱は2つって言ってたね。あ、ビルダーハートで解放しなくては。じゃあこれ2つ、あとは壁掛け、ピラミッドの中に作るか、まあ、外に作るかどうしようかな。あ、そうか、こうやって作る系はあれだ、多分設計図じゃないから、それこそテーブルは別の。うわ、モンスターだいたいこっちから来るんだよな。どこだ、あ、わかんねえ。え、あ、いた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 けどさ、ちょっと怒っちゃったよ。なんか俺の方に来てんだけど、みんなターゲットは俺か。戦闘に参加してくんない。これ人集めれば来る。来い、戦闘だ。いや、ピラミッドを建てようじゃなくて戦闘だ。ダメだ、こいつは戦闘する気がなさすぎる。ディシア行っちゃったし。来た来た来た、魔物だって。お前逃げてんじゃねえかよ。ドルトン。ジバコちゃんちょっと召集しよっかな、ここに。まだ呼べるよね、引っ越す。赤よし、ちょっとジバコちゃん召集しよう、よろしく。ちょっとここのね、戦闘要員が役に立たないんで、あとでちょっと鉄の剣あげるからさ、待っててくれ。道具屋、道具屋、壁掛け、つづら、テーブル、値札。あ、値札カート、値札ってどれ、こっから。これ道具屋でしょ、あれ値札ってないよ。ちょっと待って、オールで見る。値札だから多分ここ関係だと思うんだけど、あれ、フォトフレーム、ハンマーシール、武器や壁掛け、道具や壁掛け、あれ違うな。カテゴリー切り替え、カテゴリー切り替えで、壁掛け家具ではない、装備でもない、兵器機械でもない。てかさ、兵器が普通に欲しいんだけど、今のところこれ全部機械だよね。薬草、これ壁ではない。農業、飼料でもないし、明かりでもないし、生活家具、あ、これだ、値札。値札ってさ、なんか俺で自分で決められるのかな、これ1万ゴールドみたいな。ぼったくり店作ろうかな。アイテムを売ることができる。あ、まあ適正価格で勝手に売られるのかな。よし、じゃあちょっとこれで、まあ、ピラミッドの名所ということなので、ピラミッドの中のお土産屋さん的な雰囲気で作りますか。で、大体これって入り口の近くがいいよね。これ何。なんかニューって書いてあるけど、まあ、例によってここは銀壁でいきましょう。お土産屋さんは銀壁、今のところ一番数があるから安定してる。じゃあこっちから行くか。
そうなんだよね。こういう壁掛けってさ、部屋の中に入れないと機能しないんだよね。俺的には外に置きたいんだけどな。2つ置くか、中と外。これで道具屋が完成。あれ、こだわりレシピもう完成した。小さなメダルか。全然集めてねえな。まあ、便利なものは手に入りそうだからね。リフォーム庫って強化つか、リフォーム庫って使えねえんだけど、どうやって使うの。もう一回見てみよう。おお、来た人が。リフォーム庫って、はいはいはい、塗る。今はリフォームできない。もうダメか。まあいいや、道具屋を作った。観光名所っぽい。まあ確かにね、商人がいない。お部屋だけあったって意味がない。ちゃんと考えがある。転職させんの誰か。あ、これ何何何、誰かに働いてほしい。そうだね。船で行けるっていう素材島から商人を連れてきてほしい。ピカピカ島、商人らしき人がいた。よし、では旅立つか。行こう。船着き場。んとこ、ここか。お、ルートが2つあるね。あ、しかもさ、さっきここが出たけどさ、監獄取っていけんの。いけねえか、さすがにいけないわ。ここなんだね。てかこの世界地図ってさ、ドラクエ2の世界地図とは全然関係ないよね。ピカピカ島、世界の地形が変わるほど時間が経ってるってなったら、それほど、それこそさ、何千万とかの年数が必要になると思うんだけど。よし、じゃあ行きます。なんか出港が毎回雨降ってんな。到着、素材島。ピカピカ島、ピカピカ島なのかピカピカ島なのかわかんないけど、これ早急に上陸できるはずだから。ここで、あ、いきなりチェックできね。濃いグレーは山彦の笛にしておこう。これはね、あ、長押しして吹くとね、このチェックするやつの反応が返ってくるんで、これほんと楽。どこ楽とか言っときながらさ、わかんねえんだけど。え、近くから聞こえる。まあいいや、謎すぎるんで。あ、これ土偶戦士買った。あれか、ハンマーか。ちょっとこいつ倒す。石だね。よし、ちょっとここの島を探索していきます。銀鉱脈、これで、おお、銀、いいね。無限に使えるようになったって。てか牛が死にそうなんだけど、やばいやばい、牛、牛がやられてしまう。牛肉になってしまう。牛死ぬと多分生肉になるよね。ちょ、やべやべ、焼くな焼くな。牛はちょっとぜひ持ち帰りたい。よし、じゃあ上は多分どうかね、全然揃ってないけど、もう少し探索をしていきましょう。
わー、牛が牛が肉になってしまった。悲しい。連れ回すとね、死ぬ恐れがあるからね。これバトルレックスみたいなのがいるんだけど、戦おう。これ多分強敵だよね。え、違う？いや強い。でもや、はい、後ろを取れば大丈夫。いや本当強いな。いてー。いた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 。あーしまった。薬草、薬草をちょっと取り出そう。意外に使ったんだっけ。デホイミ的な効果のあるやつはないの？もうちょっと薬草じゃきついんだけど。怖い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 。あとここで必殺技は使えないのかな。必殺技を使う条件が分かんないからね。いつの間にか使えるみたいな。あ、使えるようになった。でももう一生、また強敵が出た時に使おう。いやゴリ押せない。あーゴリ押した。ドラゴンの肉いいね。だけレシピとかはひらめかないか。強敵が現れたってなると多分レシピひらめくんだよね。こいつは綿を持ってるからね。ちょっとちょいちょい倒していきたい。よし、じゃあまた山彦吹いて。よし、これで銅が無限に使えるようになりましたね。銅と銀かなり助かるな。で、あとは商人探ししていきましょう。もうチェックはしなくていいんでね、サクサクサクっと見ていきます。あったっぽいね。ここだ、ここ印がついてる。じゃあ潜入していきますか。すげえ燃えてんだけど。ビルダー100系。え、めっちゃ燃えてんだけど、いいのこれ。ここから先聖域。確かにそんな雰囲気は醸し出してない。これ壊せるの？ちなみに。あ、壊せる。あ、なるほど。あ、食台の上に草を植えたのか。それで燃えてる演出をしてるんだね。こんなところに商人がいるのか。たくましいな。いけねえんだけど。どこにいるんだよあの商人。どうやって行くんだこれは。この聖域の上はあれだね、こうやって行かなきゃいけないね。これなんでこんなわけわかんねえとこにいんだよ。ポッコっていうしがない商人、金の匂いに誘われて足の村から出てきた。ようやく匂いの出所が分かりました。あなたです。金の匂いがプンプンします。あなたの島に連れてってくれないでしょうか。はい。いや、なんかもうこんなところにさ、たどり着いてる段階で、いや、このビルダー100機をこんなところっていうのは失礼なんだけどさ。ここに金の匂いはしないだろ。じゃあ行きますか。あと牛ちょっと回収していきたいんだよな。お、あそこに強敵っぽいのがいる。その前にこのコーヒー、ちょっと新しい素材だから回収しておこう。あいつを倒す。商人大丈夫だよね。強いモンスター。シドに任せよう。なんでこれ。うおー、ベギラゴン。
いやーすげえ強い、勝って薬草が4つしかないからな。やばい、これはちょっと逃げよう。いってー、ダメだ、逃げきれなかった。しかも薬草1個分以上食らうし、指導も若干減ってるな。いやこいつほんと強いぞ、ほんとに振らせて攻撃をする。痛い。でこれ後ろ向いてるから、あちょっと待って、必殺技ってさある程度使わないとダメになる。やばい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 、あぶねえ、あいつ減ってんじゃん。くらえ、800でもこれか。まあ指導は少し大丈夫だな。結構ヘイトが俺に向いてるから、いって範囲広いな。軸移動して、いやお前来んな。必殺技ってめっちゃ強くない？今ほんたら800とかだよ、何回分攻撃。こいつは骨が折れそうだ、確かに。その呪文がお前の最後の言葉になるだろう。621、いや経験値いっぱいってねえって。なんだ、死神の騎士の像だけえ、なんかすげえアイテムを期待していたのに微妙なものだった。また牛探しをするか。よし、牛を発見。このままあいつを連れ帰ろう。歩いて近づいて、ゆっくりゆっくり撫でる。よーし、じゃあ帰りましょうか。船着き場、空っぽ島に帰りますと。でもう一個の素材島はまあちょっと裏方でやっておきます。牛は緑の開拓地へ向かい始めた。ポッコが赤。行く途中にさモンスターに襲われて死にそうなんだけど、まあ、そういうのは気にしない。俺はワープする。なんか調達してほしい商品があったら、まあ、言ってくれや。どこだみんな。あ、来た。素材島から商人を連れてきた。値札に何か入れておけば商人が町のみんなに物を提供する。ほう、物って何を入れればいいの。商品を買うゴールドは、お金は用意しなくていいのか。何をわけのわからないこと言ってるの。お金って何。そういう世界なの。完全物々交換。え、じゃあ俺はさ、なんかに別の世界から来たって感じ。自分のデジもわからないからね。値札に売りたいアイテムを入れる。値札を使ってアイテムを売りハートを稼いでくれる。え、昔の装備とかもういらないんだけど。そうするとあれ、音符はなんか手に入ってる。これってなんだっけ。え、これ何使うのこれ。特になんか出てるわけではない。死神の騎士像これ売ろっかな。誰かそういう趣味の人がいたら。てか薬草作ろう。かなり減ってきたからな、まあ、9個作っとくか。一応じゃあ入れてみますか、せっかくなんで。
本的にいらない装備を売ろう。あれ、こいつなんかやってる。ちょっと先に話しかけ。いや、消えた。すげえな。開くではないよね。これって普通にさ、収納箱になるの？あ、そういうわけじゃなかった。値札。え、何？え、どういうこと？どういうこと？え、値札にどうしろって言ってた。ここにカーソルが合わないんだけど。あ、これここに入れとけってこと。はいはいはい、一回整理して、ちょここら辺だな。ほいほいほい。鉄、いやもう鉄も一回売ろう。でビルダーの服いらない、稽古着もいらない。チョムルがいっぱい取り出しません。え、全部しまう。あ、そういうことで、全部ってそういう全部ね、個数的な話。稽古着、鎖かたびらもいいや、鉄の鎧もいいや、バスタオルもいいや、売っちゃおう。バニースーツ売ろう。ボロ服、鍋蓋、革の盾。てかさ、これ武器屋でやるべきじゃない？思ったんだけど、武器屋もあったよね。まあいいや、やっとこう。置く。え、置くって何？え、1個しか置けないの？マジか、超めんどくせえ。じゃ値札を、あ、そういうことね、そういうこと。え、じゃあもうちょっとぽくしよう。まあ一応一旦これでいいや。同じものだったら複数置けるね。で、あと置けないのもある。まあそれは最低限持ってないといけないものか。大木槌とかだって多分あれだよね、なくなっちゃうとハンマーがなくなっちゃうからってことか。真ん中の方余ってるけど、まあこんなもんでいいでしょう。っていうか商人がいねえんだけど、本当にどこ行った。一回金で呼んでみようか。金で呼んで寝よう。あとなんか言いたげなやつもいたからね。あ、商人いた、こいつか。あ、なんで中に入ってんだよ。一つお願いがある。トロッコのことが恋しくなってきた。トロッコ乗りたい。いや、俺トロッコね、緑の開拓地に作ったんだよね。あの、行くのが結構めんどくさくて。敷く場所も敷き方も任せる。ピラミッドの中を通すと楽しい線路。200個。了解です。では置きますか。線大量に作ったからね。でも一回寝よう。ピラミッドの中に自分の寝床作ろっかな。ここは雨はしのげないからね。風はまあしのげるかもしんないけど、雨がしのげないから。飯のところ悪いけど、ちょっとハート集めのために召集。お前なんだ、なんでここにいんだ。飯食わないのか。新参者にあげる飯はないみたいな。結構厳しいからね。うわ、魔物だ。あとここら辺魔物が出るんだよな、普通に。それをなんかどうするかだよね。まあいいや、ちょっと鮮度お茶、食い物は一回出しておいて。食い物だいぶ減ってきたな。ない、これもらおう。素材的なものは大丈夫。あ、小麦がいっぱいあるね。パン作ってねえじゃん。なんてこれ、模様壁。なんで誰が入れたんだこれ。高級野菜炒めは作ってる。なんかこれ部屋によってさ、作ってくれる作ってくれないとかってあんのかな。目玉焼きも全く作られてないしな。イワシって俺そもそも作ったっけ。鶏肉、ちょっとここら辺もう一回作れそうなのを一回全部作っちゃおう。入れられそうなやつ。お、ピラミッド3が完成したね。外見が見えん。3つ目の設計図が完成した。鉄
ぺんがなくね。またあれか、ゴルドンの頭みたいにてっぺんだけ何か作るみたいな、そういう感じか。ちょっと一回話そう。ピラミッドの完成が近い。確かに完成はしてないんだ。ピラミッド作りももう少し。てっぺんの飾りをどうするか、設計図を書かねば。いいアイディアがある。俺のイメージ通りに作ってほしい。アイディアがある。オイラのイメージ通りに作ってほしい。どっちやねん。どっちで作るかあなたが決めてちょうだい。は？俺はどっちだっていいよ。そんなとりあえずこっちにしよう。ミルズ、これだ。ゴーレムじゃん。お前遊んでんじゃねえぞ。ゴールドをイメージした最高のデザイン。ちょっと待って。はい。え、これ何？こっちの方がなんかまともだよね。なんか神秘的な感じがする。ベーシックなデザインがあると思う。あ、そうだね、ベーシックでいこう。あ、いいえしちゃった。よし、 OK。 シンプルイズベスト。てっぺんに作るものは決まった。みんなさ、なんか、あ、でもここは割と普通か、階段か。これを見る。必要な素材を用意しておいた。その間に線路を引いとくか。 OK。 ま、500個あるからね。一応ここ中をなんか一望できるみたいな感じで一周させる、線路。あ、でもそうすると待って、ここを走っちゃうことになるよね。その道具屋の前、道具屋の前トロッコ通過するの危ねえな。踏切みたいなのは作れないか、さすがに。ちょっと待った、これよく間違えるから。お、ピラミッドが完成した。ちなみにここはね、橋みたいにして線路を通そうかなと思って作ってます。もうそろそろ線路も行けると思うんで。想像以上だぞ、全然見えない。やっぱシンプルな方がいいよね。まあ、遊び心があるんだったらゴールドンでいいと思うけど、今はちょっとシンプルさを追求する。よし、多分これ一周させたところ、あ、もう一個高くした方がよかったな。え、ちょ、もう一段高くしよう。気になる。なんかこうで、こうで、でこう。もうちょっと必要だね。もうちょっと必要だから、てかあとトロッコもそもそも置かないといけないんだよね。それはそうだね。じゃあこっからあっちへ行く線路を作るか。げ、モンスター軍団どっから来てる。あ、こっちから来てるか。もう迎え撃とう。こいつらもマジ雑魚だから。腐った死体、あ、腐った死体、なんか壊そうとしてるぞ俺のもの。許さん。よし、じゃあ作業前のトロッコを作るか。じゃあ、はい、オッケー。線路200個敷いた。ワープで移動すること多い、それもいいけど。
トロッコに乗って景色を見ながら移動するととっても気持ちよくてとっても楽しい。島をトロッコでつなげることを夢にする。てかトロッコを置いてないんだけど、トロッコを作ろう。あートロッコトレインにしようか。どうせだったらゲッ、空っぽ島で花火を撮影しよう。そんなん撮影してないからな。ドリルトロッコ、鉄トロッコだな。じゃあ3個全部で4人くらい乗れるようにしとく。 OK。 あとここか、ここは通常トロッコでいいや。2つ、じゃあここでこうのこう乗る。よし行きましょう。モンスターも一応あれだな、分けてくれんな。あ、駅ってそうか、横に置けばよかったんだっけ。横に置くとそこで一回止まってくれるんだよね。じゃあせっかくだからトロッコを連結させて、ほい、行きまーす。これね、一応こう外壁を見ながら、これ邪魔だけどね。あ、なんだこれ。繋がってないやん。ちょっと、え、なんで繋がってないんだ。作り方が悪いのか。え、どう置けばいいの。え、わかんねえ。こっからこう繋ぎたいんだよな。だからここに縦を置かなきゃいけないんだ、そもそも。間違えた。縦、ち、なんでこうなんの。ここにやってこう。あ、違う、線路があるから繋がっちゃうんだ。だこうでこう、あ、なるほど、そういうことか。でこっから伸ばさなきゃいけなかったんだ。ちょ待って、こうじゃなくて、いや、もうこれで。はい、オッケー。うわ、すげえ、くねってなってる。でこうオッケーですと、これで一周できますと。まあそんな感じになってます。ではちょっと完成したのでルルちゃんにお話を聞きますけど、どこ行くんだお前。ピラミッドのてっぺん、なかなか悪くない。汗臭いというか筋肉臭いというか。もっと素敵なものを思いつけるかもしれない。ひとまずこれで完成。よし、ピラミッド完成。いや別にいい感じだと思うけどね。いやすげえ、こう見るとただほんとすげえな。マジで作れんわ。なんか緑の開拓地とは大違いだな。モンゾーラの方々とも作ったという景色そのもののビル。ハーゴン教団がやってきて壊されちゃうんじゃないかって少し心配。そうだね、島のことが教団にバレてる。宣教師の撃破、教団の撃破かも考えておかなければいけない。島の防衛設備、いいね、そういうの作りたいよ。単純だな。開拓を喜びましょう。小さなメダル、これで1つか。なんか5個くらい1個一気に欲しいな。ピラミッド作りとオアシス作りは終わった。みんなでもっともっと何か作りたい。新しい何かが必要。新しい島に行ってもらう。ひとまず石板を調べに行こう。お題も達成した。よし、ワープしよう。石板から強い力を感じる。またビルダーとして成長した。
この島も順調にものづくりの力が溢れてきた。もうすぐ島をものづくりで満たすことができる。かつてのビルナーも喜ぶじゃろう。来るか。ああ、なんだ、敵かと思ったら、これか、破壊の神。どうしたのです、何を苦しんでいるのです。ものづくりで満たされていく世界に破壊の衝動が高まっている。おお、どうした、覚醒の時か。別の意味で覚醒したな。今のところ抑えてる感じだよね。破壊の神たるあなたが世界を救う日はすぐそこに迫っている。そろそろあなたには自覚していただく必要があるようですね。神としての役割。大丈夫か、指導。なんでもない。そんな風には見えないぞ。これなら今まで以上に頼れそう。山頂の神殿に来るんじゃん。この辺りを我々の居住地にしようと思ってる。何もお願いはしません。お好きに作ってください。いや、もう家は作ってあるよ。いや、もう先に行きます。新たなこだわりね。こだわりはちょっと裏方でやっておこう。ということで、じゃあ次回は、白 G のところに向かって多分新しいところに行く感じになるかな。まあそんな感じで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。